今日はまたここ来ましたよ。僕の大好きな五代目。まだちょっと時間が早いんで、時間が早いのでちょっと廃墟に行ってきますね。僕のバイク WX、 今日は ツーリングライダーさんが、おっやばいやばい、ここ早いんだよ。結構スピードが皆さん速いんで、そしたら久しぶりに、おっ起きてる、久しぶりに行ってきます。これ廃墟が大好きで、おっとおっと、足元危ないね。うわー気持ち悪い、めちゃくちゃ気持ち悪いよ。犬とかは真っ暗だよ、真っ暗というか、もうここでギブアップだ俺。もうチキンだよ、中に入れなくなっちゃった一人だと。もうここでギブアップ前は余裕で入れたんだけど今無理だね。ここはね、おそらくね15年ぐらい前までやってたんじゃないかな。建物ってこんだけ腐食するんだね、これね、人がいないと。おそらく20年ぐらい前までは多分やってたと思うんだね、ここ。こんだけアスファルトもさ、おっと、向こうから行くとちょっと怖かったんで、こっちから行ってみようかな。もう気持ち悪いな、やっぱり。廃墟ダメだな、これ。これね。サングラスだから中見えないんだよね。気持ち悪いからやめとこう。もう廃墟ダメだ、俺。廃墟大好きだったんだけど、中入れない。怖くて。でね、もう一つあるんだね。結構有名だな、ここの五代目ね。どんどん人が集まってるよ。あそこのおばちゃん、ここが ここにもね、もう一軒あって、これも廃墟だね。やばいね、前よりもどんどん駆逐してるね。カフェテラス、揺らぎ、ここも気持ち悪いな。鉄骨の建物だね。もう中に入らないでくれとか書いてないからね。これは、不思議な建物やね。立ち入り禁止。ああ、立ち入り禁止書いてあるよ、ちゃんと。これまた立派。天井が落ちてきそうだね。気持ち悪い。つわものどもが夢の後、
栄光潜水諸業無常。で、5代目があそこで、5代目は何を食べるかって言ったら、ホルモンやね、ホルモン。ただの駐車場やな、ここ。ただの駐車場やな、これ。非常駐車帯になっとるのにさ、5代目の駐車場になってんだよ、これ。面白いわ、本当に。ゲーム、カラオケ、ビリヤード。2階はどうなってんだろうな。気持ち悪い建物だ。一人じゃ入れねえよ、こんなとこ。で、この隣にフィリピンパブがあって、あれ、俺のバイクどこ行った？あ、あそこか。フィリピンパブもあって、あ、一宮ナンバーだ。まだ食べるのは早いからね。僕のバイク、あんな感じ、行っちゃってるバイク、行っちゃってるバイクを行っちゃってる人が乗っているという。ああ、あれは250の ZX25R だったっけ。へえ、すげえバイクだ。ということで、行ってみましょうかね。5代目、こんな感じです。